はい、皆さんこんにちは。今日はですね、TT01 のミニラリー、出来上がったので早速テスト走行です。ボディはごめんなさい、ちょうどこのダッチしかなくてダッチを切ってみました。今日は本当はね、いけます。今日は本当はレースをする予定だったんですが、今もう雪がだいぶ降ってます。雨もちらついてきましたんで今日は中止です。白木オフロードスタジアムの開幕戦は5月ということで、よろしくお願いします。はい、ということでこのミニラリーなんですが、最低限の補強だけで今日は走らせます。まあ、テストみたいな感じ で、セッティング自体はカーペットというよりも土路面用にしているので、まあこう下が滑るような感じなんですけど、まあまあ普通に走ってます。あーやっちゃった。まあ短い分突然ズリッといったりしますけど、なんか短くした方がよく走ってる気がするのは僕だけかな。お、はいはい。よいしょ。ジャンプ台の姿勢がこうまっすぐ綺麗にっていうのがやっぱり走らせやすい、まあ、一つかなって感じがします。こう直線でもパワー入れやすいし楽しいですねこれね。ということで私の持っているラリーカーはどんどんこの短くなっていってますが、まあ、バギーもそうなんですけど、ちょっとボディをねちゃんとして、レースにも出れるように したいなと思います。まあ今日何パックか走らせてるんですけど引っかかった。まあ今回は皆さんにできたらっていうか、もうこんなんお金取るわけにいかないので、作りたいなって人には配っていきたいなと思っております。まあ5月はピケさんのイベントがあるんで、その時に、いくつか作って持っていきたいなと思っております。欲しいっていう人は、ぜひ私のピットの方へ来てください。まあ余分に作っ、それかまあツイッターなんかで表明していただければいいかなと思います。皆さんもね、余った TT02 のパーツとかあると思う、それで作ったら簡単にできちゃうかなっていうか、まあ、シャーシも確か1000円しなかったと思うんで、まあ、試しに切ってみて、で今回組み立てるときにちょっと当たる、余計に当たるあのジグの部品がちょっと気に、あららららこのなんて言うんでしょう、ノーマルの黒いドライブシャフトだとカップの方が当たるという部分があったんで、そこをあと2ミリずつかな、設計図上でカットして、まああとはもういいかなということで、量産していきたいなと思っております。今このセッティング的にはフロントがハードタイヤの後ろがソフトっていう感じで、フロントデフが少し固めになってます。まあね、このダッチボディっていうのがまたアンバランスでこういうの好きなんですけど、これ本当ダッチボディなのかな、ちょっと分かんないですが、間違ったらごめんなさい。
楽しくて、まあ本当はこれで今日ラリーレース出る予定だったんですが、まあこの雪と雨で中止という形にさせていただきました。まあもうなんかね、気温も今日上がらなくて、さっきまで氷点下で凍結してたんで、もう4月にね開幕戦をやりたいなと思っております。お近くの方、またよかったらまた遊びに来てください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。